今回やっていくのはゆかりんと1対1のフリー対戦を3本 BO3 で行う。 BO3 とは、まあ簡単に言えば日本選手するだけ。それではつまらないというわけで、今回は特別なルールを追加する。その内容は番仕様。番仕様とはお互いそれぞれが2キャラずつキャラを選ぶ。お互いはその2キャラずつ合計4キャラを補欠にしなければならない。相手の得意なキャラを補欠にさせ、自分が得意なキャラが補欠にされる。そんな可能性のある今回の特別ルール。これで今回はあの有名実況者、有名ではないかもしれないゆかりんとガチソロ BO3 やっていこうと思う。はい、どうもタイガです。ゆかりんです。元気だね今日ね。さあやっていきましょう。最初に言った通り、今回の企画は BO3 番仕様。はい、ゆかりんとガチフリーですね。やっていきたいと思います。ゆかりん、最高強 P はいくつですか？1738。俺今の強 P 1739。うるせえはい、タイガさん最高強 P が1810、ゆかりんの最高強 P が1738と。まあ全然ゆかりんも上位ランカーですね。当時、11位だよね、マックス確かね。10位か、うん、10位は10位まで上がったけど抜かされたのか。なるほどね。はい、そんな感じになります。はい、今回はですね、では番ショットわけなんで、ゆかりんどのキャラ番にしようかな。ゆかりんの得意なキャラ番にさせたいな。どうしようかな、悩むな。というわけで、番にしたことによって自分もそのキャラを使えなくなります。なりますがね、あの番にされたことによって相手が何のキャラを使うか、それを絞れる可能性がある。これもまたね、面白い、はい、読み合いなんじゃないでしょうか。というわけで早速やっていきたいと思います。そしたらゆかりん、まずじゃんけん、勝った方から番決めようか。最初はグーじゃんけんポン。じゃあ俺1体まず決めるよ。俺1体決めたらゆかりん2体決めてもらって、俺が1体決める。 OK？ いいよ。いいの？いいよ。そうだな、そしたらノーム3兄弟。バイバイ、はい、ノーム3兄弟が番仕様となります。よろしくお願いします。というわけで、自分もですね、ノームに関しては、補欠にしなきゃなりません。これはもう決定事項です。優先をまず外して、はい、で補欠、そうですね、なんで、補欠にしなければなりません。はい、そしたら次ゆかりん番するキャラは何でしょうか？クレフラで。クレフラ、なんだゾンビ使いたがってんのか。確かに俺は魔導器で育ってないからクレフラバンされると困るけど、ゆかりもクレフラバンだからね。いいよ。オッケー、そしたらじゃあ、ね、お互いの優先枠がどんどん減ってくんだけど、クレイジーフラワーが、優先枠から外れると。わかりました、オッケーです。はい、そしたらゆかりん2体目は何でしょうか？8で。キラビ、迎撃潰してくるね。まあ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 、キラビ、オーケー、わかりました。じゃあキラビ、キラビ番で。私元から補欠なんで。プププ。はい。そしたらいいですか？最後の補欠キャラ。これはね、俺も育ってる。さっきノームはさ、育ってないけどいいか、育ってるじゃん。で言ったんだけど使ったから、これは俺も育ってるからいい。バルガ、バルガ、これによってバルガ番だから、お互いソラキャラを見る必要がなくなるから、めちゃめちゃシャッフルが簡単になる。バルガ、バルンガールでお願いします。はい、というわけで皆さん確認をしてください。こちらですね、今回の番仕様によってバルンガールとノーム補欠ですね。そして、ゆかりんが示したのは、キラービーと、クレイジーフラワー、はい、補欠になってます。ゆかりんのもね、ちゃんとしっかり補欠になってますんで、この状態でそれぞれ固定はね、毎回書いてもいいし同じのでもいい。これ読み合いだから OK。
あのこれでバン仕様なんで、これで BO3 やっていきましょうか。 OK OK、 じゃあ早速第1回戦、さあそれでは1戦目やっていきましょう。ゆかりん、運命の第1戦、運命の第1戦、ガチ勝負だからな、手抜かねえぞ、変な顔しないでもらっていいか。よしやっていくよ。さあ1戦目です。こちら、あ、バーサーがいた、そういえばバーサー、バサカブルドラだなこれ、絶対にブルドラ読みでいこうか。どうしよっかな。いやー足キャラ欲しいけど、まあいいか、これでいこう。いかにゴミを引かないか消えだわどんなかわいそうなこと言うなよさてどう、これ剣士1手重なる気がするわ、これで重なるか。いやどこどこ、バサカでしょ、バサカアビマジ強いからな。さて大砲撃つしかないよ、ゆかりんで撃ってくださいよ、どうぞ。いないんかい、足いないよ、いるわけないだろう。なるほどね、なんか変なキャラいるし、それはビビる、それはビビる、それはダメ、よくない。さあどんどん攻めてけ攻めてけ、なるほどね、なるほど、それはでもやれんじゃないの、取っていくよ、 OK。 いや弱っやらかしましたね、ゆかりん先生、取っていくよ。ベビー、あのさ、金ベビーはね、えぐいって、金ベビープラスさ、バサカはえぐくない、弱っ、待ってちょっと待って、レードが弱っ、あいつ底振り力振ってんだけどな、そこの字から振ってんの？振ってるよ。いやまあ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 。フルではないと言えど振ってるよ。クソ、ユキンコが、うわマジ？ベビー強っ、マジかよ。バケモンじゃねえかベビー。オッケー。それは良くない。止めろ。ああ届いちゃうか。え？何？え裏何これ？え、どういうことこれ、うわ何ペンギン、そんなことある、何どういうことベベブコテ、フォアドラ弱そこフルなのにゆかりのフォアドラ弱、そこフルなのに、え、何うわ何フォアドラ、え、マジ、うん、何バルガーじゃないから対空引いてこれ読み、うんそういうこと、うん、チョコフルなのに、いやせっかくチョコフルにしたからさ、え、ダム振ってないでしょ、ダムちょっと振ってある、ちょっとじゃねえかよちゃんと振れよ。というわけで、チョコフルなのに、はい、1戦目は俺の勝利ですねてかレドガが良かった、びっくりした、トデガ頑張ったね、結構ベビーマジ重かった、ベビーとペンギン両方引きはエグいってマジで両方引いたから、まあ渋々おにんこ使ってあげたわ、ね、なるほどねさあ次やっていきましょう。それやっていきましょう。2戦目ですよ、ゆかりん先生。俺も一勝してるからね。あとないからね、もうこの時点で。これが BO3。わかった。まあ、判定だから最初。関係ない関係ない。一勝は一勝。これは何があってもくっつかない。干渉だろうか、判定だろうか、一勝だから。うわ、ラビット！やっていこうか。さあ、ラビットか。どうしようかな。あー、面白そう。いや、どうかな。いや、面白そうだな。行くか。さてラビね、そのバサカアビ作っちゃったからさ、楽しみなんだよね、初めてですか今日これ初めてだよ、初バサカアビ、レッツゴー。フレーム取れなかったラビットです。ああ銅は取ったけど、なってるからな、ここ取れないじゃん、これしょうがない。うわハッピーね、なるほどね、あられ飛んだ、いやー痛いんだよなそれマジで、本当にあられ強いなマジで、あられ鬼強い、んハーピー強い、なんか倒してるん、
あーです。あー、ウサギですかこれ、もしかしてゴリ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 パターンか、もしかして。今回でも虹なめこだからね、火力がすごいよ、結構火力あるよ。デススキル打てお前お前そんな最前線来てからスキル打っても。はい、はい、よいしょ、完全ブロック、スーパーブロック形態。いや、うわ、サイコロだなこれ、ラビサイコロだお前、スキル打てお前ヒドラ、そうそう、ムカ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 、死ぬな、ヒドラ、死ぬな、死ぬな、ヒドラ、あー、いやでもこれフォアダル止まないだろう、絶対体育、体育ないか、ワンチャン狙ってくんじゃねえ、痛い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 、射程が長い、空中の射程が長いんだこれはきつそうですね、ゆかりん先生どうですか、ハーピー強すぎ、それは痛い、それ痛い、それは普通に痛い、ここに引っ張って OK、 よいしょ、よけていく、天才的ホワイトドラゴン、フォアドラが天才、なめこ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 、いくぜ、まさかラッシュ、ここだ、うわ全部止まれ、そうだ、なんか痛そう今むせた、オッケー、いくだろさすがに、え、いかない、ハーピー全部抜けてるけど、マジ、よし、トパ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 、はっ、オッケー、いやー、なんで裏デスにしたときに限ってさ、フォアドラ、デスだよ、デスだよ、サイコロじゃないんだ、サイコロじゃないやったぜ、やるね、バレが禁止したじゃん、対空引かないじゃん、だから同じこと考えてるじゃん、コテ真似してくんだよ、いやしかしなかったね、まあ、というわけでゆかりん、しょうがないから、しょうがないから、泣きの一回受けてあげるよ、しょうがないから、かかってこいよ、お、またボソココ、なるほどね、あ、そっか、蜂が今回入ってないのか、俺、しょうがないから受けてあげる、しょうがないから、分かった、感謝して、ビエーン、パオーン、何それ、まあ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 、やっていきますか、レッドドラゴンリーダー、よく使ってる声なんでね、レッドドラゴンでいきます、蜂が見えない、なに、大型来なかった、うん、じゃねえよ、なんでそこで行っちゃうんだよ、もうその瞬間に俺はゆかが大型いないの前提と立ち回っちゃうじゃないか、で、しかもゆかにこういうネガティブな時ね、取りでも取れないで終わりよ、知ってる、待って待って、なんか やべえやつ来てる、ビエーン、ほらね、よし、よし、取り手なんていらねえ、いらねえ、ほんと、くれてやんよ、あれ、フランケンって別にケルベ有利じゃないよね、ケルベは有利じゃないな、あ、ごめんなさい、あー、なるほどね、めちゃめちゃ弱い大型を引いてしまったってことね、くれてやんよ、取り手なんて、ここだ、さすがに、あれ、何、中型ニコテ、もしかしてこれバサカフランケンか、懐かしいことやってんな、ゆかりん、痛い痛い痛い、あー、なるほどね、しかも俺にサキバスを引かれてしまっているという悲しい現実ね、なんでサキそれするかな、わかんない、でもこれさ、サキバス高く出したのにさ、ゼウスに動けなかったこれまだわかんないぞ、これ普通にわかんなくね、サキバス死ぬもん、こうやって絶対に、もう絶対バサカ来るよ、え、俺このバサカ止められるかな、いや、これ結構別にコスト感知してないからな、これだよね、あ、でもケルベロスが強いな、ケルベが強いわ、勝った、よかった、え、何、まさか止めれるの、そんなことないよね、ここでカマキリ流せば詰むだろう、ピーもうなんか鳴き声聞くでも鳥で守ってる、イエーイ、忖度しないかんな、ケルベにすればよかった、クレフラじゃなくてこんだけバサカ使うならね、絶対ケルベとかの裏バカボン、マジでフランケンじゃないのそれは、イエーイ、昔流行ったじゃん、まさかフランケン、ピエー
だって言えばバサカフランケンの時最高1500だもん。ああそっか。イエーイ。はい、というわけでゆかりん、ゆかりん喋りたくない、悔しい、悔しかった。最後大型良かったね。なんで裏バカボンでやったの。好きだから。なるほどね。はい、というわけで今回やっていったのは、最初にも言いましたが、BO3 仕様、あ BO3 版仕様ですね。はい、ゆかりんとのガチフリー BO3 版仕様でやっていきました。こういうのもなかなか面白いと思ってて、今度ね、これをね、あの有名な、実況者や、モサのね、1800プレイヤーとかにね、挑めたら、もっと盛り上がるんじゃないかなと思いますんで、やっていきたいと思います。ゆかりんどうだった？悔しいけど、楽しかったでしょ？ケルベしまえばよかった。ケルベしまえばよかった、クレフェロじゃなくて。うん、まあ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 。いや、そしたら俺もしかしたらクレフェロ使ったかもしれない。いい。あ、ゆかりん今日ゾンビ一回も使ってない。うん、いらないもん、ゾンビ弱いから。あ、そっか。はい、まあそんな感じでございます。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。なんで終わらしたの。終わり。うん、バイバイみんな。はい、次回の動画も見てね。ありがとうございました。